こんにちは、サードラです。今回は前に僕がドラゴンクエストタクトであったり、モンスターハンターライダーズの攻略記事を担当させていただいていたファミツアップさんから、モンスターハンターナウの3月の大型アップデートの先行情報として、イビル城の星の数であったり、あと課金制なのか、あとはシーズンパスに龍玉のクケラがあるかとか、まあ、まあ、そういったね、かなり重要な情報がメディア向けの先行情報として公開されていましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。 で、今回のファミツーさんの記事ですね、二つの記事ご紹介するんですが、二つともリンクを概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひそちらから読んでいただけると嬉しいです。では早速内容を見ていくんですが、こちらですね。モンハンナウ、春の大型アップデートでチャージアックスが追加、エビルジョーア乱入で登場、重ね着やシーズン制を導入ということでね、今回記事が書かれていまして、まあ、基本的な記事の内容としては、前回こちらの動画でね、ご紹介をさせていただいた、すでにね、発表されている情報がほとんどなので、まあ、そこは省いて、今回ね、 追加情報として出ている分だけかいつまんでお話をしていくんですがでまずはこちらですね追加武器種チャージアックスっていうことでチャージアックスのね詳細が今回公開されていましてチャージアックスは小回りの利く剣高威力の斧、の2つのモードで立ち回る武器種 SP スキルは超高出力属性解放切れとなっているっていうのはこれはね今までの情報だったんですけども説明会にて一足早く使用させてもらったインプレッションも共有する。 双剣の基人化と同じように、まず SP スキルボタンのタップで剣モードと斧モードの切り替えが可能になっているみたいです。なので、まあ、双剣の基人化と同じ感じでモードチェンジができまして、剣モードで攻撃を当てて瓶を貯めていくっていうのが基本ですね。 で、攻撃が溜まると瓶の色が変わり、このモードにした際に瓶のエネルギーを消費して威力の高い攻撃ができるっていうことで、この瓶の回収に関しては、ジャストガードであったり、ジャスト回避でも瓶を貯めることが可能っていうことになっていますので、まあ今回ここからわかるのが、まずジャスト回避でも瓶を回収できますし、ジャストガードでもね、回収ができる。つまり、ジャストガードで瓶を回収できるっていうことは、今回もしっかりガードのモーションですねっていうのも追加されているので、おそらく画面長押しでランスとかみたいにガードのモーションですねっていうのを 出すことができる武器になっているのかななと思いますなので、まあ、攻めの姿勢とかですね、まあ、そういったのも輝いてくる武器種になる可能性は高いというのもここからは分かりますね。っていうのがまずチャージアックスの先行情報になります。 で、続きまして二つ目がこちらですね。制服で狩る重ね着システムが登場ということで、重ね着についてね、追加情報が出ていまして、今回は三種類重ね着が見えるようになっています。まあ、これに関しては PV でもね、一瞬映っていたんですが、一応静止画像として今回公開されていまして、まあ、この二種類ですね、が男女で一応映っているっていうのと、さらにモンハン20周年記念の T シャツみたいな、こういったのも今回重ね着に出てくるみたいですね。っていうこの三種類の一応ビジュアルがね、今回静止画像として公開されているのも新情報かなと、 思います。 で、それ以外の情報に関しては、すでにね、公開済みの情報のみだったので、こちらの記事はもうこれで以上になるんですけども、次に2つ目ですね、モンハンナウディレクターがコメント、流玉の欠片出にくい問題はなんとか解決したい、ティアの上限は999だけど、熱量の高いハンターさんはいつも開発の想定を超えるからっていうことでね、まあ、こちらの記事の方がどちらかというと情報量が多いので、次はこちらのね、公開されていない情報というのをかいつまんでご紹介していきます。で、まずこちらですね、不安定エリアで連戦は可能、大連続試 資料のアップではっていうことで今回書かれてていまして今回の追加モンスター3種類オドガロンついついヤックイビルジョーに関しての質問です前回シーズンの限定モンスターのベリオロスと同じようにシリーズとの入れ替わりで一旦フィールドから出現しなくなるようなモンスターはいますかっていうことで今回要はねベリオロスがまあね期間限定モンスターということで消えてしまったんですが今回のオドガロンついついヤックイビルジョーも消える対象に考えているんですかっていう質問が出ていましてそれに対して今回は特に期限を切っていつまでにいなくなるっていうことはありませんっていう いいうことで返答されていますなので、ウェリオロスみたいに冬の間だけいるとか、そういったのは考えていないみたいですね。でただ、その代わりに単純にモンスターがすごく増えていくことになると思うんですね。100体とかになっちゃうと、会いたいモンスターに全然会えないみたいなことが発生してしまいます。なので、別のシーズンではどうしていくか考えないといけないなと思っていますっていうことで、まあ、一応今回はシーズン限定じゃないけど、何かしらの形で入れ替えは入るかもみたいな言及はされていますね。っていうのが、まず今回の追加モンスターがシーズン限定なのかっていうのについての話に になっていきますで次にこちらですねイビルジョーの星の数についてなんですが乱入してくるイビルジョーのレベルはどれくらいの強さになるのでしょうか 星五のプケプケを狩ろうとしたら星五のイビル状が出てくるみたいな形になるのでしょうかっていうことで書かれていまして、乱入するイビル状はハンターの方のレベルに合わせているので基本的にはそうなってきますっていうふうに返答されています。なので、まあ、これがどういう意味かわからないんですけど、ハンターの方のレベルにっておっしゃっているので、もし星十を解放していた場合は星五のプケプケから星十のイビル状が出るとか、まあ、可能性はゼロじゃないのかなとも思いますし、まあ、基本的にはそうなってきますっていう文章を取ると、星5に対して 星5ののが出るるっていう感じにも取れるので、まあ、これはねちょっと何とも言えないというか、まあ、断言はしづらいんですけども、まあ、この質問の答え方的には飼っているモンスターと同レベルの星の数が出るっていう可能性はかなり高いんじゃないかなとは思っています。 で、次にこちらですね。イビルーの課金要素についても触れられていまして、不安定エリアは大連続資料のようにチケットでの挑戦なのでしょうかっていう、ま、これめちゃくちゃ重要ですよね。前回人用ガが課金制度だったので、まあ、今回はどうなんだって話なんですが、不安定エリアはフィールドと同じ扱いになります。なので、そのスポットを回れば連戦が可能です。開催時間などもなく24時間挑戦可能となっていますっていうことで、いや、これはめちゃくちゃありがたいですね。大連続資料結構深夜帯とか遊ぶ人は狩ることができないんですが、 今回、時間制限もなく24時間できて、さらにチケット制でもないので、無課金でね、遊べるコンテンツとなっているのはめちゃくちゃ嬉しいなと思います。っていうね、めちゃくちゃ熱い情報がこちらで公開されていますね。で、次にこちらですね、現状、ジンオーガーは大連続資料のみの登場となっています。シーズン1からフィールド上に発生することありますかって,いうことで、まあ、っていう質問に対しては、今回はないみたいですね。大連続資料のみの登場となっています。 ただいろんな場所で借りたいという要望は届いていますので対応は、ね、していければとうう思っていただいているみたいです。 であとはこちらですね大連続資料はハンターが集まりづらく1人で挑んでもモンスターが硬くてうまくいかないシーンが多いと思いますこの大連続資料の使用についてはアップデートの予定がありますかっていうことでまあ、単純にソロで挑んでも体力がね2倍になるので大変っていうのに対してどうやって対応していきますかって話なんですがこれに関しては今回は特にシーズン1で何かしらの変更が入るっていうことはないみたいですねただ一応課題としては今後も感じているので、まあ、対応を、ね、考えていくっていうのは今回も書かれていましたで次にこちらです ですね、重ね着で広げたいハンターのコミュニケーションということでまあ、要はこれ重ね着についてね、言及されているんですがこちらですね今回からの変更点としては今回からロビーで他のハンターの装備も確認できるようになりました今後のコミュニケーションの機能についてはいいアイデアさえあればいつでも新しい機能として考えていきたいですっていうことで今回からねアップデートからだとは思うんですがロビーで他のハンターの装備を確認できるようになったみたいですなので、まあ、一緒に入ってみたはいいものの武器のグレードが低かったとか装備が整ってい なかったったていう人を事前にね一応確認することができるようになりますので、まあ、これはね結構ありがたい機能が今回追加されるんじゃないかなとは思っています。 であとはこちらですね、シーズンのやり込み要素、流玉のかけらが出にくい問題にコメントっていうことで記事が書かれていまして、まあ、シーズンのティアですね、の上げ方、まあ、ポイントの稼ぎ方とかについて質問されていまして、基本的には大型モンスターの資料などを条件をクリアすると、シーズンティアポイントっていうのが貯まるようになっています。これはね、もともと公開されていた情報になりまして、また新しい遊び方をしてほしいという意図として、シーズンパスやティアを用意したところがあります。 ここれままででののよううにに単純にモンスター狩る以外の楽ししみを見つけててていいいなとと思っていますっす今回のシーズン1ではグループハントをすると少しボーナスが増える仕組みになっていますのでグループハントするとより早くねポイントを貯めれるようになっているみたいですで今回はこれだけですが次のシーズンではいろんな条件を追加していってコミュニケーション能力を組み合わせたりできればと思っていますっていうことで今後はねまたいろんな条件でボーナスポイントみたいなのを設けるみたいですねであとはこちらですねティアが進む目安やティアの上限を教えてください っていうことでね結構突っ込んでますね。まあ、こちらの質問が来まして、報酬はティア100までいろいろと用意しています。それ以上の報酬はゼニーになっているみたいですね。で、100以上は名誉として楽しんでもらうような感じです。シーズンは3ヶ月を予定していて、シーズンの終了時にシーズンティアの数字とセットで仮人メタルとして記録されるというやり込みになっていますっていうことで、一応1シーズンは3ヶ月っていうことで、今回ね、サイクルが組まれていまして、まあ、その間にどこまで自分のティアレベルを上げたのかっていうのを でそれがね仮人メダルに記載されるっていうやり込み要素になっているみたいです。 で、これは、ティアの進み具合に関しては、ハンターの個人差はかなり出ると思うんですけども、メインストーリーで言うと、1周するぐらいのプレイで3、40ぐらいってことなので、これ3、まあ、大体ストーリー2、3周ぐらいするぐらい遊べば、ティア100まではいけるみたいですね。で、それ以上に関しては、一応、ティアがね、一応999まで用意されているみたいで、まあ、ここはねもう9 9 9まで上げることによって、まあ、カリウドメダルに名誉として残るっていうだけなんですけども、一、まあ、周で3、40って考えたら、えげつないです まあ300周とかそれぐらいやるぐらいの勢いでやらないとここのポイントを稼ぐことができませんので、まあ、999いくのめちゃくちゃやばいと思うんですけど一応ね、まあ、それもする人がいるかもねみたいなことは言及されてますねであとは最後にすごく個人的な悩みなのですが3ヶ月も流玉のかけらが出ていません流玉のかけらが出ないので装備は強くならないのにハンターランクだけが上がっていくという状態です素材のドロップ率や割合などはどう思われますかって結構ねまた突っ込んだ質問されていまして これに関しては、まあ、解決をしたい問題としてね、捉えてくださっているみたいで、流玉の欠片をイベントやシーズンパスの報酬として用意していますっていうことなので、まあ、ここからわかることとして、このシーズンパスのあの、ティアの報酬ですね、に、今回流玉の欠片を入れてくれているみたいです。で、これは一番初めにできる対応としてやっています。流玉の欠片以外の部分でも、もう少しテンポよく装備を作ったり、武器を強化したりしたいっていうのはその通りかなと思いますっていうことで、まあ、こちらでね、まあ、一応記載されていまして、あとは、シーズン1ではこういった対応だけだから、 まででで待たななななけければならいないいってうううとそういうわけではないですシーズンは大きな単位でのアップデートですが、プレイしやすくなるアップデートというのはシーズンに依存せずできるだけ早く解決したいと思っています。開発チームとしてすごく力を入れて今調整を行っているところでございます。ということで最後にね、流玉のキャラ所持数1の画像が貼られて終わりになるんですけど、まあ、そんな感じで今回ね、いろいろ熱い情報は出たんですが、 個人的に嬉しかったのは、まあ、ここですね、イビル城に関しては無課金要素になっていまして、開催時間もね関係なくて24時間遊べるっていうことで、まあ、このね、不安定エリアが昼間しか出ないとか、夜中に出ないとかなるとちょっと遊びづらいなと思っていたんですが、24時間ね、出てくれるっていうことなので、イビル城はね、頑張っていきたいなと思います。 ということで、今回は新たにメディア向けに公開された情報についてご紹介させていただきました。これからもモンハンナウの動画をどんどん上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ